銀平梅。はあ。どうしました奥様、大きなため息。秋の庭って好きじゃないわ。特にこんな風に雨なんか降ると余計に物悲しさが漂ってきて寂しい気分になるんだもの。その夜の金蓮の部屋。まあ偶然ですわ旦那様。実は昼間私の庭のことを考えていましたの。今の庭は少しそやな感じがしますもの。そうか。少し思うところもあるので思い切って庭を新しく作り変えたいんだ。お前もそう思っているなら月城にも話してみよう。良いお考えですわ。庭を作り直すなら一つお願いがあるのですが。なんだ。実は住居の中庭を私好みにできたらといつも考えておりました。自分の庭に私だけのボタンが咲いていたらどんなに良いかと。それは楽しそうだ。ちょうどいい。みんなにもそれぞれの庭を作ってやろう。え、みんなにもですか？そうだ。みんながどんな花を植えるか興味がある。お前もそう思うだろ。そうですわね。もう旦那様ったら私だけ自分の庭を作っていただこうと思ってたのに。旦那様から聞きましたよ金蓮さん。自分の庭に好きな花を植えるなんて楽しいわ。良い案を出してくれたわ。ありがとうございます。案外風雅なとこもあるのね。見直しましたわ。あら、私の株が上がったわ。抜け駆けするより良かったわね。金蓮さんたらずいぶん得意げね。普段は風雅とは程遠い方なのに。造園のために良い職人を探さなくては。お前誰か知らない？職人のあてはないのですが、宗家の未亡人霊神様の庭は大層見事と聞いております。まあ宗家の奥様、亡くなった宗家の主人と私の前夫は縁者でした。私が行ってお話を伺ってまいりますわ。平次のやつ、いきなりしゃしゃり出て私の株が上がったのが気に入らないのね。それは願ってもないことね平次さん。では風を連れて霊神さんのところに挨拶に行ってお庭のことでお知恵を借りたいとお願いしてきておくれ。わかりました。お任せください。まあそれで平次様が風さんと霊神様のお宅に伺うことになったんですね。平次さんはあの通りの人だから何かするんじゃないかと危なっかしいけど、風さんがついていくなら心配ないでしょう。でもいいですね、自分だけの庭があるって。奥様は何を植えられるのですか？ボタンよ。もう決めているの。ボタンですか。奥様にぴったりです。でしょ？ボタンの下に雪獅子の寝床を作るの。勘の強いこの子もそこならよく眠れるわ。まるで絵のようです。今から楽しみですね。奥様、正門家からお客様がお見えです。ああ、庭のことで手紙が来てたわね。正門家の誰が来たの？はい、第六夫人の李平次様とお供の方です。第六夫人、その女は美しい？それとも醜い？どっち？お美しい方でした。お通しして。はい。噂通り見事な庭ね。さようでございますね。こんな庭が作れるなんて趣味の良い方ね。きっと名前の通り麗しい夫人に違いないわ。お待たせしました。私が霊神でございます。柄でいかつい肩、角張った頬、しかめ面、まるで仰天の絵図にある牛鬼のよう。名前とはまるで違う。この人がレイジン？平次様、ご挨拶を。はじめまして、正門家の第六夫人、李平次と申します。この度は、どうしよう、怖くて顔が上げられない。なぜ震えてるの？それは申し訳ありません、霊人様。平次様はとても内気な方で、初めて会う奥様の前で緊張してしまっております。私はそんなに気を張る相手ではありませんよ。どうぞお楽に。私はとてもまともにお話できそうにありません。お前がして。わかりました。ついてきてよかったわ。平次様だけだったら霊人様にとんだ失礼をするところだった。わかりました。正門家の造園に協力させていただきます。ありがとうございます。大奥様がぜひ正門家に霊人様をお招きしたいと申しておりました。近いうちにぜひ。それは嬉しいわ。ぜひ伺うとお伝えください。なんて恐ろしい形相の方でしょう。お前よく平気でいられたわね。あの顔で霊人という名はなんと皮肉なことかしら。せっかくの仙人卿なのに作ったのが牛鬼だなんて。あの人にせめてこの庭の美しさのひとかけでもあったらよかったのに。平次様、そのような物言いはお控えください。まだ敷地の中ですから。あの人にこの庭の美しさのひとかけでもあったらよかったのに。霊神様は快く庭の見立てを引き受けてくださいました。霊神様の庭は本当に素晴らしいものでした。きっと正門家の庭も見事なものにしてくださるでしょう。それは良い返事をいただいたわ。お疲れ様でしたね。ありがとうございます。平次にまともなお使いができたなんて、きっと全て風さんのおかげに違いないわ。ところで平次さん、霊人様はどんな方だった？そうよ、聞きたいですわ。やはり名前の通りお美しい方なんでしょうね。それは大奥様の前で牛鬼のような方でしたとは言えないわ。どうせお会いするわけだし、皆さんも私と同じように驚けばいいのよ。もちろん名前の通りとてもお美しい方でしたわ。まあやっぱりそうだろうと思ってたわ。おかしいわ。平次のあのよどみ方、風さんの困り顔、察するに霊人という方はとてもお美しい方ではないわね。ほう、宗家の未亡人が造園の見立てに。ところで旦那様、美しい庭の未亡人といえば旦那様も心を動かされたことはありませんの？私だって見境なく手を出すわけではないぞ。でもお美しい方なんでしょう？悪いがあれはお世辞でも美しいとは言えないな。手を出す気にはとても。まあやはりご存知でしたのね。旦那様が手を出さないということは月城には内緒だ。きっと相当なものだわ。旦那様、なんだ？みんな自分の庭には好きな花を植えようということになりましたの。私、ボタンを植えますの。誰かと重なったら私の味方をしてくださいね。ああ、いいよ近年。明日、霊人が来る。どんな女か楽しみだわ。皆さんも私と同じ。なるほどね。これでは旦那様も手を出さないはずだわ。平次の言葉を信じてたら顔に出たわね。皆さんは自分の庭に好きな花を植えるそうですね。何をお選びになりました？私は白梅を選びました。みんなは？私はツツジを。私は藤にしました。私はエンドウ豆かかぼちゃを。節が姉さん、それは野菜じゃ。金蓮さんは？私はボタンを植えたいと思います。平次さんは？お奥様、実は私もボタンを植えたく思います。